プリンスローズあるいはフランスロゼは、ベルギーの競争馬。ベルギー競馬、特に平地競争は、極小規模にしか実施されておらず、その中で、フランスの一流馬と互角の戦いを見せたことから、本馬は時折、ベルギー競馬史上最強馬として言及される。父は、ローズプリンス、母は、インドレンスで、生産国はイギリス。 現役時代は20戦16勝の成績を残し59,267ドルを稼ぎ出した。ブリュッセル大賞を落賞し、オステンド国際大賞ではパールキャップに勝ちオステンド大賞を連覇した。フランスの共和国大統領賞も勝利している。タネボバとなった後は当初ベルギーで強要され、1938年にフランスに移動した。1 9 4六年に フランスリーディングサイアーを獲得短期間のうちにプリンスキロ、プリンスビオ、プリンスシュバリエを出した。本場の死は、はっきりしないが、ノルマンディ上陸作戦に巻き込まれて死亡した説が有力である。ガロープ、シーガープリンスローズ2014年4月15日、閲覧、ありがとうございます。